Thank you.
1年生の皆さんもはじめまして、青木真也です。よろしくお願いします。まずは1年生、軽音楽部へようこそ。これが軽音楽部のライブです。どうですか？楽しんでますか？1年生。1年生楽しんでる？はい、1年生の人。今日は、1年生君らのためのライブなんで、自由に最後も楽しんでってね。よろしくお願いね。あとそうだね、何話すか。そうだな、何話すか。まあこの後お楽しみ会もあるんで、そちらも1年生ぜひ参加しててください。よろしくね。まあ、これはさ、1年生に向けてのライブだけどさ、もちろんこうやって設営、俺ら2、3年ライブ楽しみにさ、設営してきてるわけじゃん。もちろん1年生、今回1年生のためにめちゃくちゃ俺ら頑張るけど、もちろん現役や今他の団体なのに来てくれてるみんなのために俺ら盛り上げていきたいと思うから、お前ら最後まで楽しみに、今日よろしくね。じゃあ、まあ俺らほぼ毎回のライブでやってる曲だけど、まあ1年生に、まあ俺たちの大事な曲っていうことで1曲歌いたいと思います。ちょっとコピーなんだけどね。ハートどれくらいの道が待ってたとしても、この未来を見出したいよ。自分のことさえわかる。知ってるやつ全員声出して盛り上がっていこう。俺たちの大好きな曲だから全員に声いくよ。 5 on 5Oh, man.
エモリアルペジオ
今さっき1年生手挙げてくれてさ俺さ1年生さ結構今日来てくれてるじゃん。すごいやっぱ嬉しいです。なんかまあもちろんこの中にはさ軽音部にも入るよって言って届け出を出してくれた人とか、それともまださ軽音楽部がまあ最後の新刊ライブとしてちょっとここを見てじゃあどの団体入ろうかなって考えてる人、なんかまだこの中にいると思います。まあもちろんこの明星大学の音楽団体全部かっこいいし、音楽真面目にやってるから本当にかっこいいです。でも今見てるこのライブでさ、見てるもう分かると思うけど、こんな最高な団体ないと思うんだよ。何でも好きなこともやって好きに脱げて、で好きなジャンルやって、今日だけでも結構いろんなジャンルのバンドが出てると思います。まあそのもちろん最強のコマンドがね今日はみんなにライブをしてるわけなんだけども、まあ本当に最後の最後に助言できることがあるとすれば、まあ慶応も入んなかったら多分この先後悔するぞ。Thank you.
ありがとうございました。